巨大な王国を僕が何と思ってるか、じゃあちょっと1分だけ話させてもらっていいですか。パンゲア城っていう名前が存在してて、はい、パンゲアっていうのはパンゲア大陸で、世界がもともと一つの大陸だったみたいな、はい、その名前を使ってるのがやっぱり引っかかるところで、僕はその一つの大陸やった時代が巨大な王国だと思ってるんですよ、はいはいはい、一番引っかかってるのがリトルガーデンで出てきた島食いなんですけど、はい、島食いの糞がすごい巨大だと、ドリーとブロギーが島と思って上陸するほどでかいっていう話をしてて、はい、で僕の中では島食いが巨大な王国を食い散らかして出した糞がレッドラインやと思ってるんですよ。ああ、俺それなんか聞いたことあるわ。ボッチ先生に一回喋ったことは多分あると思う。ああ、そうだっけ。俺大真面目っすよみたいな、うんこだと思ってみたいな話やね。だからレッドラインはうんこなんで、はいはいはい、うんこの上に住んでるのがまあ笑い話というか、はいはいはい、そういう線で結構考えてる。なるほどなるほど。これも動画にそろそろしよっかなっていう、はいはい、僕の空島のやつって見てくれました。空島のやつってロドスの巨像のやつ。そうですそうです。あ、見た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 。あれめっちゃ面白かったな。あれあの一番面白かったほんまに見てほしいんですよね。いや、あれめっちゃ面白かったな。あのもうたこ焼きさんの絶対に見てほしい動画だな。あれなんかいずれ伝説になりそうな動画なんだけどな。たこ焼きさんのそのオリジナリティ溢れる考察たくさん出てるんですけど、その中でも誰一人として聞いたことない考察で、しかも小田先生らしさがあるんだよな。なんかちょっとふざけた笑い配信の仕方というか、めっちゃ簡単に言ったらノックアップストリームが巨大なウォシュレットになってて、はい、天国の門ってとこにアマゾンさんがいて、天国の門っていうのがおそらく肛門みたいなことになってて、はい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 、そっからなぜかぐるぐる回るミルキーロードに乗っていく、はいはい、そこが小腸とか大腸になってて、その上に上がったとこにその小腸の一番端っこっていうのが空腸って空の腸って書くんですけど、はい、そこでやっと空島編が始まるっていうので、はい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 、言ってみたら空島編は人体を逆に冒険していってるみたいな話なんですよ。肛門から入って人体をずっと冒険してたんじゃないかっていう話だもんね。だからジャイアントジャックはこう背骨みたいなことになってて、はい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 、エネルが声の監視をしてるみたいな。だから多分エネルは喉仏になってて、最後は喉仏に金玉を突っ込まれて終わるっていう神の社の位置関係とかなんか全部説明してくれてんだよな。空島の地形と人体の構造を対比して、でしかもその発端とかも面白かったよな。ロドスの巨像っていう都市伝説界では有名な、はいはい、あれが片足がエルバフにあって、ね、もう片足がどこにあってみたいな、なんかそんな考察だから。ハイウエストの頂きなんで、ハイウエスト腰のちょっと上って何かって言ったらへそで、はいはいはい、だから空島の人はへそってまあ言ってて、うわもうそれめっちゃ面白いだなあれ。しかも聞いたことないマジで。あれはちょっと見てほしいな。ライブ配信とかでもしてほしいな。あの話はなんか名刺代わりにしていいような気するもんな。たこ焼きさんの、いやそのノックアップストリームっていう巨大ウォシュレットでぶち上げられたバースが、まあ要はうんこみたいな。はいはいはい。なんで今日今それ喋ったかっていうと、それでエネルはママラガンがイム様法っぽくて支配してる神なんで、はい、イム様っぽいなみたいな。でそいつのとこにうんこの塊があるみたいな。だから大きく言ったら僕はそういうことやと思ってて、イム様もうんこの上に住んでるっていうリンクなんかなっていう。そうかそうか、そこでボシュレットとかうんことかの話が巨大な王国が金魚の糞なんじゃないかっていうのに、はい、そっちも繋がっていくって話か。そのままそうですそうです。そうかそうかそうか。今週はあんまり進まなかったっちゃ進まなかったですか。まあそうだね。鉄の巨人がまあ動き出して進まないジョイボーイ、これもまあ予想できること、ジョイボーイ側であるのはね明確だったし、うん、まあ謝罪の気持ちというか申し訳ない気持ちを持っているっていうね。隔たると書いてスキールだもん。北欧神話の神様の名前スキールにいるっていうことでいいのか。アイルランド語かなんかで盾って意味あったんで、それでいいと思ったけど。あ、そういう意味もあるんだ。スキールにいるっていう一応神様も、神様じゃないな、まあまあの役もらってんじゃん。フレイの召使いだよ。だってフレイと幼馴染ゲルズから、あなたは妖精かアース神族か賢い万神族の子かと尋ねられるが、そのいずれも否定していることから彼の属する種族ははっきりしない、おそらく人間。あ、これも狼のフェンリルは知ってるじゃん。フェンリルを拘束するためにグレイプニルっていう紐使ったとかも有名じゃん結構。でそれを制作してアースガルズに持ち帰ってるのがこのスキールニルっていう人間らしいわ。オーディンに命じられて。いや確かにそのウォシュレットの話ももちろん面白かったんだけど、その前のラグナロクも始まってませんか的なやつは面白かったな。ラグナロク始まってるはずなんで、だからロキが乗ってるはずなんですけどね。あーそうだね、まだ出てきてないね。ロキ乗ってる説提唱したもんね。そうなるとロキは絶対欲しいな、この船にね。北欧神話のも
主人公って言ってもいいぐらいのやつじゃないですか。主人公だと思いますね。で、そのロキが炎の首飾りみたいなやつを盗むんですよね。ボニーが太陽のネックレスとか持ってるじゃないですか。はいはいはい。だからなんかロキがちょろちょろするんやろなっていう。うわ、ちょっとロキ出てくるのちょっと期待したいよね、そういう意味では。はい。匿名メールさん、320ありがとうございます。相変わらず緊張感のないルフィがやっぱり大好き。ナイスバッティングと。これなんか好みも分かれるんでしょうね。石川のりゆきさんという老後上配信者さん。うわ、ニカに対する文句としてそれを言いますよね。シリアスな、取るか取られるかの戦いの中でも、ニカのみたいなふざけてると緊張感がこう、なくなっちゃうじゃねえか、みたいなね。嫌いなところとして上げてる動画をね、切り抜きを見たことありますけど。もう私的にも、いやでもどっちもね、ちぎれたルフィが天竜人ぶん殴るあのシーンとかもめちゃめちゃ燃えるんだけど、なんかこの、今までにないじゃん、この、めっちゃ窮地のところで年玉飛び出す主人公なんてさ、異なるものを見てる感じがしてすごいワクワクするっていうね。まあ、好みで言ったらそれこそドラゴンボールとかの悟空対フリーザとか、スーパーサイヤ人2になったご飯がセルジュニアボッコボコ蹴って殺していって、セル2発の蹴りとパンチで沈めるところとか、あのご飯がバーンかね、16号潰されて覚醒してさ、セルジュニア倒してる時に目ん玉飛び出してって欲しくねえじゃん。ただでもその魔人ブーはそうだったんですよね。純粋魔人ブーと悟空のさ、スーパーサイヤ人3の最終決戦なんてさ、なんか魔人ブーに噛まれて悟空が噛み返してみたいな、なんかふざけた戦いバーンってなってたよね、結構ね。あの感じ、魔人ブーとのバトルもなんかギャグがちょこちょこ入ってて楽しいけど、シリアスなのはシリアスだ。ベジータボッコボコにされてるし、あんな異質さをなんか見てるような感じをニカを見てると受けんだよ。あ、ベジットもね。お前が相手にしてんのは宇宙一強い飴玉だぞっつって、飴玉対魔人ブーみたいな戦いあったけど、だドラゴンボールとかでもその真剣勝負の中にふざけ描写が入るのは珍しいけど、あることはあって、なんかニカっていうのはなんかそんな感じがするんだね。あ、ゴテンクスもか。結構あるな、ドラゴンボールは。フリーザ編セル編はふざけた部分がほとんどなかったけど、まあ、義乳特戦隊もふざけてっか、ある種。ドラゴンボールは結構あるな、ふざけパートは。ゴテンクスふざけ倒してるしな。というかゴテンクスだね。ゴテンクスぐらいふざけてるよな、ニカは。世界で最もふざけた能力だけど、ゴテンクスもかなりのレベルでふざけてるな、あれな。スーパーゴースト神風アタックつってさ。あそこら辺の戦い好きだよな、結構。いや、ご飯 VS セルジュニアセルも好きだし、悟空 VS フリーザも好きなんだけど、クリリンのことかも好きなんだけど、あそこは結構楽しいよな、ゴテンクス VS 魔人ブーとか、ベジット VS 魔人ブー。ブーブーバレーボール。いや、まあ、ニカに関してはね、好き嫌いも分かれるでしょうけども。いや、俺、今でも覚えてんだよね。ニカが出てきた時、かなり批判的なことを言ってる人も多かったんだよね、あの当時。ゴムゴムの実が実はゴムゴムの実じゃなかったっつって、腕力と自由を与える世界で一番ふざけた能力だと、っつって、叩く人はめっちゃ叩いてたよな、ワンピース終わったとか、後付けもほどほどにしろとか、ありえねえみたいなとかね、なんか言ってる人いっぱいいたけど、なんかもう慣れてきたよ。批判する人、少なくなってきてる印象あるよな。しかも、物語の主人公になれる悪魔の海っぽいからさ、なんか何でもありな気してきたな。科学的におかしいだろうっていう声がどんどんなくなってきたんだ。いや、覚えてんのよ、ニカに関してめちゃめちゃヘイトあったの。でも俺こんなに笑ったの初めてかもな、 SBS でエースの。いい顔してるわ、めちゃめちゃ気合い入れて書いてるわ、カムサリー言ってるわ、愛とエースの擬人化。小田先生、この、何の欲求を満たしてんの、ここで。剣の擬人化のところで。ふざけたこと本編で書けないから、擬人化で出してんだ。本編辛いから優しさで挟んでくれてる。いや、でももうこんなん好きなんだよな。こんなやつ仲間になんねえかなと思うよな。めっちゃ強いみたいなさ、これで。